トシドンの仮面トシドンは日本各地に伝わる都市神。秋田県の生ハゲに似るとされ、鹿児島県薩摩仙台市の下古式島に伝わるものが有名である。都市ンは鬼のような顔の年神である。普段は天上界に住んで境を眺めており、特に子供を好み、彼らの挙動を見ている。毎年、大晦日の夜になると山の上に降り立ち。 首切ればに乗って、鈴を鳴らしながら、家々を回り、その年に悪さをした子供を懲らしめる句。そして年餅という餅を与え、去っていく。年餅は人に一つ年を取らせる餅と言われ、これをもらわないと、年を取ることができないと言われている。年餅は、お年玉の原型とされる。年丼は、シュロの木の皮などで作った衣服をまとっており、 ポリネシアの島々の祭礼を思わせる。仮面を被って仮装した来宝神の祭礼は、南九州の多くの地域に残っており、都市丼の他にはトいの神様、都市トイ丼、麺、麺丼、八作麺、麺などがある。古式島の都市丼は、都市丼の伝承をもとにした鹿児島県薩摩仙台市の下古式島の年中行事。 はっきりした期限を示す記録は残っていないが、明治時代以前から、指定教育や農耕儀式として交渉されてきたといい、江戸時代から行われてきたとも言われている。伝承同様に大晦日の夜、地元の青年や、年配の人が、花の長い鬼のような面、ミノや黒いマントなどで、都市ドンの姿に扮し、子供のいる家を回る。訪問先は3、4歳、または7。 八歳の子供のいる家が対象となる。そしてその子供たちが、年内にしでかしたいたずらなどを、いつも、天から見ているんだぞとばかりに怖い声で指摘し、懲らしめる。これは事前に家族が、年度にクの人々に対し、叱ってほしい内容を知らせているのだが、子供にしてみればなぜ知っているのかと恐怖におののき、反省を促されることになる。 悪行について一通り懲らしめた後、勉強のことなど、最近の長所について褒め上げる。さらに、歌を歌わせる、数を数えさせる、けんけんをさせるなどの注文をし、子供はその言いなりとなる。これらの行事を得た後、歳丼は、褒美として歳餅を与え、子供を四つん這いにさせ、その背に餅を乗せ、親の元へと運ばせる。それを見届けた後、 来年の訪問時まで行儀良くしていることを子供に約束させ、都市ドンは去ってゆく。一通りの行事に要する時間は15分ほどである。都市ドンが帰って行った後、古式島の人々は無事に新年を迎えることができるとされる。都市ドンの面は色を塗った段ボール製のもので、衣装は地元産のシュロやソテツの葉で飾られたものである。制作現場は、 非公開であり、写真やビデオでの撮影も禁止されている。行事の後、12月31日から1月1日までの間に、これらの衣装はすべて焼却される。歳餅は、歳丼餅とも呼ばれる。かつて米は貴重品であり、生命の源とも考えられていたことから、歳丼餅は、子供の生命の源泉であり、子供の魂をさらに健康に成長させる。 ものとされている。島の子供たちが避けて通ることのできない通過儀礼であり、子供一人が適礼になるまで5年間は毎年訪れる習わしである。子供のしつけと成長を願い行事であり、幼い子供をしっかりとした少年や少女へと成長する願いを込めた人格転換の儀式ともされている。かつては上古式島、中古式島、 下古式島のそれぞれで都市丼が行われていたが、今も伝承されているのは下古式島のみである。かつては種ヶ島と屋久島でも都市丼を行っており、種ヶ島の都市丼は古式島からの移住者がもたらしたとされる。年末に訪れて贈り物をするという点では西洋の伝説にあるサンタクロースとも共通しているが、単に 日本版のサンタクロースと見るにはあまりに多くの資産をはらんでいるとの意見もある。都市ドンの行事は1955年頃が最も盛んに行われ、各地区ごとに20軒近くの家を都市ドンが訪れていた。しかし過疎や少子化に伴い、子供のいる家庭は年々減少し、行事の継続が危ぶまれている。古式島の港地区は2000年から行事が行われておらず、 2005年に行事が開催されたのは、最も多い地区でも4県のみである。ライフスタイルや、価値観の多様化の影響により、都市ドンの訪問を断る家もあるという。都市ドンの訪問先のみならず、都市ドニアの後継者の減少も問題視されている。平成期には、都市ドンの成り主である青年たちが島を出て、九州に行っており、 島の仕事が少ないことから島に戻らないことが多いため地区によっては中学生が都市どを務めるようになっている1977年には国の重要無形民族文化財に指定されている保存会は薩摩仙台市の下越町手打ち下越町片野浦下越町瀬野浦下越町,町青瀬にある2009年 国連教育科学文化機関の無形文化遺産の新制度第1号の一つとして、古式島の都市丼が登録された。日本は原則として、重要無形文化財、重要無形民族文化財、選定保存技術の中から、指定時期の早い順に推薦し、都市丼の他に、京都祇園祭りの山鉾行事など14件がまとめて選出された。 後に、小川の生ハゲの無形文化遺産への登録を提案した、際、古式島の都市ドンに、形式的にも、象徴的にも類似していると指摘されて、登録されなかった。このため、都市ドンの登録名を、正月の来訪神行事と変更して、生ハゲを追加するなどといった案が検討され、2016年には、来訪神仮面、 仮想の神々として8件の行事に拡張して提案が行われた。しかし、審査が先送りされ、2017年3月に10件に拡張して再提案された後、2018年11月にようやく拡張登録を果たした。同様の事例は、京都祇園祭の山鉾行事と、鉱山祭の屋台行事、石州版詩と、本美濃和紙などでも起きており、 それぞれ対象を加えて、山、保護、屋台行事、和紙、日本の手すき和紙技術として登録されている。都市ドンは、神聖な儀式として、一般公開が拒まれていたが、無形文化遺産登録を機に、島では、都市ドンを、観光客に公開する希望も上がっている。自治体などからは、都市ドン保存会に対し、イベントで、都市ドンを実施してほしいとの依頼もあるが、 保存会では、都市丼を見せ物ではなく神聖な家庭行事とみなしており、また無理に形を変えては、本来の意味がなくなるとして、観光家に否定的な意見が多い。観光客に対して大々的に公開を行う、秋との生ハゲと異なり、一部集落を除いて取材も受け付けていない。観光 PR のため、川内駅に都市丼の面を飾る話が出た時にも、 保存会の反対にあっている。薩摩仙台市が都市ドンをデザインしたマンホールの蓋を島に設置したこともあったが、その際も神様を踏みつける行為、悪の利との猛反発により撤去されている。しかしながら、前述のように少子化などの問題による先行きの不安さは深刻であり、人数を制限して見学者を受け入れる集落もあり、一例として、 ユネスコの評価以前の2008年には、古式島の本町都市ドン保存会で、関心のある訪問者の受け入れが、限定的ながら開始されている。2007年には、保存会により、DVD で都市ドンの記録が制作されている。ありがとうございます。